コウアマルは、鉄道省が、官府連絡船向きに建造した、鉄道連絡船。今後オマル型の第2戦で、第二次世界大戦前から戦後高度成長期にかけて、官府連絡船、引き上げ船、イスラム教巡礼船として使用された。船名は、中国東北部に連なる大公安令三脈に、由来する。鉄道省官府連絡船は、 山陽鉄道時代の1903年9月11日、開設され、1904年12月鉄道国有化と、共に鉄道院に引き継がれた。日本の大陸進出が盛んとなるにつれ乗客、貨物は増加し、こと1932年に満州国が建国されると、さらなる輸送力の増強に迫られた。このため1936年10月、 三菱重工業長崎造船所で建造された金剛丸に次ぐ、姉妹船として1937年1月に建造されたのが、高安丸である。石炭滝上機タービン推進動力、交流電源システムなど、主要な性能や外観、内部設備は金剛丸と共通しているものの、金剛丸がモダンな中に、朝鮮様式を踏まえた装飾を施されたのに対し、丸は、 日本、中国の様式を取り入れ、ロビーには南満州鉄道から寄贈された公安令の油絵を飾った。公安丸は1937年1月31日に諸女公開を迎えたが、両線の修航で、寒府間の旅客は千万方面と行き来する旅客ばかりか、日本軍や満毛開拓団なども加わって混雑し、こうした需要の急増から引き続いて、天山丸、 コンノマルが建造されたが、1941年12月の大東亜戦争の勃発により、軍艦の建造のしわ寄せを受けて、完成は大幅に遅れた。このため応急の措置として、コ安ノマルの定員は2023名に増員されたが、さらに、日本近海で商船が沈められる被害が相次いだため、官府連絡船には一層負担がかかることとなった。 1943年10月コンロン丸がアメリカ軍の潜水艦和風に襲われ撃沈されたが、この潜水艦は戻らず、宗谷海峡で撃沈され、当分の間艦間連絡船に対する攻撃は行われなかった。11月1日、鉄道省と停戦省が統合され、運輸通信省が設立されたのに伴い移籍。1945年3月、連合国軍が 津島海峡に嫌いを投下し、4月1日には、港安丸も、下関沖の二重島付近で食い損傷する被害を受けた。このため、応急修繕を受ける。その後津島海峡では相次いで連絡船や艦船が、被害に遭い、港安丸は、根拠地を、福岡市博多港に、その後山口県長戸市仙崎へと移した。5月19日、運輸通信省が運輸省にされたのに、 伴い運輸省鉄道総局に移籍6月20日、公安丸は、天山丸と共に、京都府舞鶴市関本土元山航路に、配船されたが、日本海の戦況は、極めて悪く、公安丸の船長は船を温存する決断を下した。関府連絡船10隻のうち航路閉鎖前に、沈められたのは3隻6月20日以降に沈められた、船は3隻温存されたのは、 ゴ安アンマルを含めて4隻に過ぎなかった。ゴ安アンマルは山口県北長戸海岸の奥深い入りへ、須佐湾に避難し、無事ここで8月の終戦を迎えた。敗戦後、ゴ安アンマルは GHQ の日本商船管理局によりスケージャップ K086 の管理番号を与えられた。1945年9月から1947年4月に、仙崎、 博多不山間に就航し、海外法人の引き上げ、朝鮮人の帰国輸送などにあたる。引き上げ者が上陸した千崎漁港には、跡地の記念碑が今も残り、記念碑には、高安丸の活躍が記されている。1947年12月下関市で、天皇全国巡航時のご宿泊賞とされた。1948年4月に、 韓府連絡船は公式に閉鎖された。1949年6月1日、運輸省鉄道総局を引き継ぐ形で、日本国有鉄道が設立されたことに伴い、移籍したが、翌1950年3月に、朝鮮優先へ国家賠償に伴う保証として払い下げられた。1950年7月から1953年4月の朝鮮戦争時には、 アメリカ軍に要戦され、佐世保市富山の国連軍輸送に就航し、朝鮮戦争終結後は、政府の要戦により、中華人民共和国の河北省、新高等舞鶴間、ソビエート連邦なほとかホルムスク舞鶴の引き上げ船として、日本赤十字社の旧御飯を乗せて1957年に至るまで、延べ22回の活躍し、舞鶴港の岸壁の母の秘話で国民の胸を打った。 コーアン安丸の怒り引き上げ船としての集東洋優先では1958年に東京湾遊覧船として就航した後、1959年から1967年にはインドネシア・ジャカルタ・サウジアラビア・アジッタのイスラム教巡礼船やインドネシア国内航路に転用され、この間1959年には北ベトナムハノイ、東京間の引き上げにも従事した。 1970年10月、解体のため西武工業に売却され、翌11月に、広島県三原市で解体されて34年の、生涯を終えた。極めて強い保存運動があったが実現せず、怒りの一つは、三原市の内向東公園に、怒りのもう一つとコンパスは、下関市の日の山公園に、金が、舞鶴市の舞鶴引上げ記念館に保存されている。 ありがとうございます。